でかそう、でかそう、マジででかそう、もうでかい、もうでかい、でかくない？あ、大きい、でもこれも大きい、ね、めっちゃ大きくないですか、来た、あれ大きいよ、あ、でかいでかい、クワカブ第7世代ですかね、いや、やめろよはい、どうもこんにちは、みもりです、いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが半田くんです。坂田ですよ、坂田か、坂田だな、そういや坂田だ、ずいぶん坂田だな、シンプルミス、ごめんごめん、いや普通に人の名前間違ってますよ、ごめん、小里あんのかお前、あ、ないと思っちゃったんですね、そうだ、ごめんごめん、ハンダ、まあ、まあ、小里、ハンダ後手でしょ、下の名前、ちょちょ、え、ベーカリーです、お前ベーカリーって言うちょ、早いこれは三森さん悪いでしょ、ごめん、確かにトリガー引いちゃった、トリガー引いちゃいましたよ、完全にやっちゃった、早かったな。あ、坂田パンのチャンネルもやってるもんね、パンチューブやってる、パンチューブもやってんのか、はい、はい、詳しく概要欄の方から、飛べますんで、よかったらそのチャンネルも見てください。さすがにアンキパンは作れないですけどね、アンキパンはね、え、物忘れパンは作れる、何それってことは、今回、何するかと言いますと、もう絶対楽しい、うん、浮かした、ディズニー行くんですか、いや、ちょ、いやいやいや、もうもう俺髪の毛言ってるからディズニー行くんですかのボケ、その隙間から入ってきてよ、せめてなんで同着で入ろうとしてる、無理だって、それはディズニーじゃないですね、別の楽しさか、いや別の楽しさよ、浮かした生態を掘り出します、浮かした生態、はい、ディズニーじゃありません、うわ、ディズニーだったら全然俺も服とかもうちゃんと着てるし、え、まあ今も着てないですか、あやあやあや、言葉の言葉の言葉の、うう、3回も言われたらもう何も言われへんなT シャツとか着てんじゃなくておしゃれな姿してるから、え、おしゃれじゃないですか、サナギ T シャツ、大おしゃれよこれはすぎる、そう、おしゃれすぎるから、概要欄からあの販売してるんで、よかったら皆さんでサナギ T シャツ着て、あの渋谷とかで、あの浮かしていきましょう怖え、ここからの楽しい浮かね、ディズニーよりも楽しいっていう人もいるかもしれない、あ、もちろんディズニーの方が楽しいっていう人もいるかもしれない、人によっちゃね、人によっては、ただ待ち時間がないから、これに待ち時間あったらそれはディズニー行っちゃうかもしれない、そうね、まあ正確に言えば羽化までの待ち時間はやっぱ1年ぐらいあるめっちゃ待つやんか今回は1種類かな、うん、1種類羽化したやつ掘り出すんで、それちょっと見ていきましょう、お、今回羽化したやつこちらです、はい、こちら、あれ、ひっくり返ってますよ、そうそうそう、ひっくり返して、まあそれも訳があるから訳は言わないけど、言ってよ、さなぎがそこの方にいたらひっくり返したりします、水分が溜まりすぎないように、うん、水分が溜まったらこうさなぎの部屋がぐちゃぐちゃになったりして崩れたりとか、さなぎが普通に腐っちゃったりするんだよ、だから自然だったら無限に下までありますもんね、そうそうそう、だから水分がどんどん抜けてったりもするからね、本当は、そうっていうのもあって、ひっくり返してるのもたくさんあるんだけど、この中で言ったらほぼひっくり返してます、ね、ほぼひっくり返してる、ババオゴーニです、え、なんか見たことありますよ、僕見たことあるよね、はい、あの金のやつでしょ、そう、金の、まあ、オゴーニっていうぐらいだからね、意地悪な意地悪なシュート目みたいな攻め方してきてちょっとここ、うん、土あるじゃん、そう、あなたがやったんですよはい、これババオゴーニ、あの金色の光沢感の強いやつが出てくるんで、はい、で、今回オスがメインかな、だからすごい楽しい掘り出しになると思う、あんまりクワガタカブトムシ興味ない人も、まあ、楽しいんじゃないかな、やっぱオスの方が興味ない人は余計に楽しみなのかなと思うから、合計8だね、おそらくオスが多いんで、まあ、楽しんでいきましょう、さあ立派なオスも見れると思うけどな、予想、これで、これ9月上旬だからまだ羽化を確認してから1週間しか経ってない、多分ここら辺かな、ここら辺にいると思うから、いなかったらどうしよう、いなかったらどうしよう神隠しあ、ごめん、こっちだった、ここ、行きます、多分、出てきますよ、あー、出てきたー、メス、メスでした、メス、でも立派なメスだね、なんかでかくないですか、そう、でかいでかい、50ぐらいありそうだね、これ1本、これは1400の河原金糸で1本で帰ってきました、え、ちなみに、うん、これ今、乾燥しさせると金色になっていくみたいなことですよね、そう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 、今湿ってるから、そう、とか羽化したてでまだそのお尻も収まりも悪いけど、本当はちょっと出てる、うん、なんかサイズもね参考記録にしかならないけど、まあ一応体もちょっと柔らかいんですかね、そう、体も柔らかいから優しめにね、羽先から顎まで46 46mm、
で、一回これこの中に戻しておきます。いいね、先にメスが出てきたらオスがどんな感じかっていうその焦らし作戦にもなるからな。みんなでも本当知らないですかね。いや、知ってるとは思うけどね。いや、その知ってるよって思われてますよ。まあ確かに。あー、でも分かんないから、知らない人もいるかもしれないからね。知らない人は知らないよって。いやいや、まあまあそうだ、そりゃそうだけどでも喋りながら楽しんでくれてたら嬉しいな。そう早く見せろよとか、早く見せろよ、おい、なんで青い手袋なんだよ片手だけしてんだよとか両手しないとねえだろ。そう、全部もう言ってるんで、理由は過去のやつ漁ってください、頑張って難しいけどねよし、じゃあ行きますよ。はい、来ました。あ、かっこいい。オスだ。オス、立派だね。あ、立派じゃん。ご立派。はい、65ぐらいかな。いいね、無事。かっこいい。うん、オスもメスもやっぱ半年、いや8ヶ月ぐらいでやっぱ羽化してくるね。だからそういうもんですか。うん、幼虫、まあ、カワラ菌糸っていうので結局2、3本こう菌糸瓶使うんだけど、劣化が早かったりするから、そういう飼育環境は大変だけど成虫になるまでのスパンは短いから、すごい楽しむ分にはすごいいいと思う。大変な部分もあるけど、うん、かっこいいし見た目も。ちょっと後で乾燥させて、乾燥というか、そうね、ちょっと金色になるとこ見たいですね。ねえ、まあちょっと羽化したのが最近だから、もしかしたらまだ体の中の水分が抜けてないから黒っぽい感じかもしれないけど、黄金鬼クワガタのくせに茶色い言い方ってなっちゃいますよ、うん、いや、まあ初めての人はね。まあでもそれもそれで、だから第一印象が悪い方がどんどん好きになっていくから俺のミクもそうだ。いいよ、五等分の花嫁、五等分の花嫁ね。はい、ずっとこの絵で後から音入れたんかって思われますよねずっと無言で撮ってやっぱでも70が目標かな。70か、うん、まあ、まだ成虫になってないやつとかで、その幼虫の体重大きいやつがいたから、そこら辺がもしかしたら70いってくれるかもしれないけど、今回割と可愛い感じでかなと思ってるけどね。あ、でも一匹結構でかいのいるから、そこもちょっと楽しみにしてもらって。じゃあ行きましょう。これもオス、これもさっきと同じぐらいのグラム数、17グラム。ちなみにさっき言ってなかったけど60代中盤とかになってるかなって感じ。100とかないですか。100とかあったらあったらいいよね。来ました来ました。いや、よかった。あ、挟まれた。あー挟んできた鬱陶しかったかな、ちょっとね、うん、うざかったかもしれないですね。お前は言うなよ、そうやって後輩なんだから。いやいや、カメラ撮ってあげてんだから。いや、ちょ、なんで悪いなこっちこそ気をつけろ。すいません、後輩だったら握手はい、ごめんなさいおもんないやでももうそんだけ俺らがまあなんだ空回りするぐらい嬉しい出来事が起きてるんですよ。これはやっぱり無理あるけどな、今のも。いやいいなんとかなるっていやでも、うん、でかいね。ちょっと大きいか、横幅があるね、さっきのより、うん、ちょっと大きく見えますね、うん、こっちの方がでかいかもね。顎が長い気がするな、ちょっとさっきのより。いい感じで体乗ってる感じが、還元率は高いかも。ああ、ちょっと待って、いって強いね、結構元気だね。 67.3。 あ、大きい、さっきより。64でしたから、さっき。そうね、3ミリぐらい大きい。はあ、グラム一周だけど、ね、そうね、やっぱそこ3ミリでだいぶ変わるよね。全然1ミリでも変わるから。67、いいね、着実に70ミリに近づいてきて。次、さっきより1グラム大きかったやつだから、もしかしたら大きいかもね。あ、じゃあもう確定ですやん。いい感じに70に近づいていくかもしれない。70飛ばして80。 80? 80あったら大騒ぎもんよ。いや、80飛ばして100。いや、もう次90飛ばしてんじゃないかびっくりさせんなよ、90に。謝るよ、90に。数字になんか思い入れありすぎですっていや、いきます。こいつもオスですね。マジで、でも期待してますね。はい、お、え、あれ、あー、でもそんなに変わらないっす。変わんなそうだな。ちょっとちっちゃいかな、もしかしたらね。62とか。ああ、でも64ぐらいありそうだけど。いや、2ですね。あ、でも確かにちっちゃいね。 62.485。 お、すごっ、公式記録員じゃん。あ、間違ったな、64.23かな。い
やもう見て見たからあんたいや嘘っぽいなこれが西か俺のこと西って呼ばないでくださいよこれが西だな大阪出身ですけどねさてはいやもうまあ正解になるけどね見た上だから64点あでも最初のやつ坂田の功績で言えばちゃんと数字の読み方が合ってたってだけだ64.2 バカにされてたなこれ俺より学力低いの知ってるからうわクイズ大会しよう日本で唯一マジでね四国言えやんかったからな確かにな坂田な愛知って言ったもんな愛媛のこといやでも三森さんだって結構ギリでしたよまあまあまあそうでもギリギリでも全然勝ってればいいから勝ちか負けかだから今一旦ど忘れやしなあれはまたやりたいな確かに平岡さん入れてねえ 62.3 最初のやつと一緒ぐらいやったね62.3 あ、ごめん、64.3 4.23 ですよ、うん、ちょっと止めて、一回なんでやねんそっちの、そっちのミスよさあ、これ行きましょうこいつね、結構8月、まあ2週間ぐらいやってる経ってるから結構固まってると思うあ、生まれてからうんクワガタとかは不思議な、まあやっぱ完全変態系は不思議なもんで卵から生まれてきた時とこう成虫になる時に生まれてきた時2回なんか生まれてきたみたいな感じになるから確かに、ね、それも不思議だよねなんでそんなになったんですかね、ね、まあ、ね逆に言うと人間がなんでっていうのも、ね、まあ確かにねその状態のまま子供がいるのかっていう、うん、不思議だよな生き物ってねこれさどうやってえんどうしたんですかこれめっちゃでかいかもしれないもしかしたらえ結構でかいかも何グラムなんですかこれね、でも本当って思うけど27グラム10グラムでかい前のやつらよりえ100ほんまに100あるかもしんないいいはいいきますよえおーでかそうでかそうマジででかそうもうでかいもうでかいえ、でかくない100マジででかくない100全然でかいじゃん、ほんとにちょっと待って、ちょっと待って事件だちょっと67がえ67がこんな感じよえ、ちょちょ、もう一回測りましょうかまあ100ではなくなったけど100ではないけど、もうそどうでもいいですねちょっとふざけてたわこいつ絶対最後だったろちょ、行きますよはいお、来るか来たー 73.6 うわ目標達成70いきましたね70代やっぱ全然違うなえ70はいたりするけど73ってなると余計に全然違うね最高がどんくらいですかいやでも最高は80近いんじゃないちょっと俺も詳しく覚えてないけどでもまあその中でもだいぶでかい方ですよねあでも立派立派すごこいつの親はちなみにオスが47えちっちゃ30ミリ以上親よりでかい他はね72とかは70がいたかな親で言ったら今親を探す72がマックスだった親めっちゃ最高記録やん三森家で三森家最高 73.6 すごい立派だねびっくりしましたねびっくりしたじゃあなんでそれ最後に持ってこないんですかいやもう そんなん考えてなかったわまあね別にいいけど確かにそんな、絶対最後だろうっていうわけでもなかったし、うん、いや、よかったおめでとうございますありがとうございます皆さんも画面の向こう側で拍手をお願いしますぜひ、高評価を押してください確かにいや、すごいこの流れでね他も無事に羽化してきてほしいなはい27ってなるとそんだけ大きくなるんだじゃあ、こいつはちなみに15なんかこれメスの可能性もあるかな全然違いますねねえいや、すごいねでもうち27がマックスだったから結果的にだからあいつ22、23とかはいたけど23g とかグラム数うんそうまだ幼虫だったりするんだけどねだからもしかしてあいつがマックスかもしんないさあこいつはオスかメスかどっちだろうはいおお羽化したてだ真っ赤はいメス赤いんやね最初はねこれがどんどん固まってきて黒っぽくまあなんかだってつるんとしてて中がなんかちょっとだけ透明感があるというかそうねこっから固まってくるからねだからほんとこれは1日2日前に羽化したよね引っ掛け問題でいいかもしれないですね
これは何でしょうみたいな。確かにね、最初初めて見た人とかは浮かしたてのね、うん、同じ種類だとは思わなかったりするよな、これね。そうですね、引っ掛け問題。確かにこれ意地悪ですね、この問題は。意地悪。でも具志堅にこうクワカブ、はい、ナンバージャックでカメラマンが知ってるクワガタ全部変わってくる、はいはいはい、やって引っ掛け問題とか関係なしにコクワガタのことをノコギリオオクワガタって答えたら引っ掛ける必要ないんだと思う。いやマジでね、僕もそのレベルだから人を笑えねえ。結局むずいからな。むずいっていうか、うん、覚えてないんですよね。潔すぎるってこっちもうフォローしようないじゃん。覚えてよしか言えないからそれ。こっちだってパンの知識詰め込んでんだから。確かにな。そう、入る余地がないんだ。そうだから、もう好きなものにみんな容量使ってるから。そうそうそう、興味ないわけじゃないですよね。そう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 、知ってるから興味あるってわけじゃないし、そうそう、知らないから興味ないってわけでもないから、ね、ないからな。そうそう、だからあれは具志堅がね、かわいそうではあったけど。いやでも悪いですよ、具志堅から。いやどっちが、なんなんどういうスタンスなんだよ。坂田でもやろう、今度。うわ、怖っ、やめてくれめっちゃ簡単だよ、置いといて。間で1個だけパン入れるわ。パン入れる。あ、これフランスパンこれ買ってくださいっつって、めちゃくちゃいいな、はい、で、これこれね、体重もやってない。1本あ、21、これも結構大きいか。大きい。これもオスだと思う。21でメスだったら結構立派なメスになってると思う。あ、じゃあ掛け合わせたら最強なんできるんじゃないですか。確かにそういうのあるからね、兄弟の中でも大きいやつ同士で掛け合わせるみたいな。いきます。お、いきますよ。あ、押せば。あ、でもこれも大きいね。めっちゃ大きくないですか。え、こいつも大きい。こいつも、いや、こいつの方が大きい説はない。いや、割とあるね。あ、でもやっぱちょっとちっちゃいわ。ちっちゃいけ、ちっちゃい。でもでも 72.5。 え、やっぱでかいね。72匹。みのりさん、魔法でちょっと大きくしたんちゃいますね。いや、それだけがご法度なんだって永久追放されるから。禁忌ですか。そう、家計ごと飛ばされるから、別の惑星に。魔法やっちゃいけない星に飛ばされるから別に特に問題なさそうや飛ばされるのは辛いけどそんな苦しくはなさそう。確かに家計ごとだからね、別に幸せだろう。家族で幸せに暮らせるわ。 72.5。 え、すごくないですか。いや、立派、素晴らしい。まさか2匹70出てくると思ってなかった。やっぱ目標でっかく言うの大事だ、坂田みたいに100とか。すごいですね。今100は本当に100のせいで70代の凄さが分かってないから。確かに霞んだけどな、だいぶ。まあでもやっぱ目標でっかくするのはマジでいいことだ。そうですね、100って言ってたらいずれ100に届きますよ、うん、確かに。ちょっとこれラスト、はい、これも 21g だからさっきのやつらと同じぐらいでかくなる可能性あるけど。いや次は僕が予想する5キロ。5km でかっ、目標でかっ。校庭のグラウンドがだいたい 400m とかだったんで、うんうん、あれを12、3周。そう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 、ぐらいせな、うん、お尻から顎の先まで届かないやつですか。そう、だからちょっと特注のメジャー買ってこないといけないけど。ひろみさん、左手に持ってる瓶見てください、うん、5kg ないです嘘、ないかな。ないです。厳しいかまあでもそれぐらい、まあ、まあ夢はね、もう夢はでっかく。まあちょっとアホやけどでも、まあ、ちょっとどころでないだろこれラスト、はい、でも優秀の美飾ろう。これで立派なオス、多分オスだと思うけど。元気に生まれてきてくれたらもうそれだけ、ね、それだけ十分なんだけどさ。でも27g と 21g でそんなに変わんなかったから、結局まあまあ、参考記録だから、もしかしたらこいつが一番でかい可能性も全然出てくるから。いきますよ。あ、来た来た、はい、はい、来た。あれ大きいよ。あ、でかいでかい。なんか太くないですか。太いね、横に行ってるかもな。あれ大きい。重量感はこいつ結構あるな。え、でかいぞこいつも。どうなってしまったんだ。すごいか、すごい回かもしれない。え、これラスト73がマックスね。うわぁ、 73.0。 え、なにこれ、すごい。みんなで切磋琢磨しすぎじゃない。確かに高み合って、高め合って興奮してちょっと興奮しますね。行数間違えちゃった、うん、すごいな、73、2匹。え、なにこれ、まあ、最初のあの73点、何分でしょうね、うん、こいつが2番目にでかいってことになるのか、とりあえず。
ってちょっと見比べた時に横に広がってる可能性ありますよね。ねえ、だからこいつはこいつでなんか特徴あるね。さっきの2匹目の72のやつは結構スマート目だったし、そうですね、こいつ結構横に結構あったし、やっぱでも最初に出てきたやつのデカさはやっぱ迫力ありましたね。やっぱトータルででかかったしね。うん、いやすごいな。え、いやこれで終了です。すごい素晴らしい。クワカブ第7世代ですかね。いややめろよいや、第1から教えてくれよ。新進気鋭の若者たちがいや、俺お笑い第7世代がいいって俺だって書いてるし、だから一応クワカブ、うん、第7世代の筆頭ですよ。ああ、なるほどね。みんなそうか、お笑い第7世代だとケツの方だけど、そうですそうです。あ、いいじゃんいいじゃん、クワカブ、みんなクワカブ第7世代です、うんうん、あ、いいね、こいつらと一緒に。そうですそうです。ムーさんもちょっと170センチぐらいあるんで、あ、人間では大きい方なんで。ああ、なるほどね、こいつらと同じぐらいで、はい、冠番組持つわ、こいつらこいつらと一緒にこうやって。面白いですね、乃木坂みたいな感じで。いやいや、ちょ、一緒にすんなって怖いから、一人芸人がね、ね、MC やってるタイプので、おお、にクワガタをもういっぱいひな壇に並べていや、でも結果的にめちゃくちゃ、はい、まあ、立派なオスも、まあ、とりあえず全頭無事でよかったですね、生まれてきてくれて、はい、よかった。8匹中、結果的にメスが1じゃないですかね。1かな、うん、で、7がオスだった気がします。あ、2か、あの、あ、2か、羽化したてのやつと。あ、いました、いましたと、残りの、6匹がオスで、オスがまあ70、まあ、平均で言ったら69とか、それぐらいかな。すごいですね。で、まあ最高が73ミリが2匹と、いい結果になったかな。いや、よかったですね。いや、よかった、すごい楽しい。まだまだこれから羽化してくるやつもいるんで、はい、多分まあ引き続き羽化したやつを動画にしていくと思うんですけど、あ、あと一つ、これやっぱカール菌糸ってこう見た感じすげえ劣化してるじゃないですか、うん、水分あって、だからね、こう僕様子見てさすがにちょっと劣悪すぎるなっていうやつは人工養殖につなぎを移し替えたりとか全容を移し替えたりした方がいいと思うんで、うん、そう、そのカール菌糸のそのなんだろう、管理の仕方だけちょっとやっぱ、25度とかだとすぐ劣化しだしたりするし、ちょっとだけ低温の方がいいかなっていうのは、まあ、飼育してる中での感想なんで、そういうの、そういうのさえ、まあ、クリアできたら大盛りとか、その羽化するまでのスピードも速いんで楽しめるかなと思いますんで、はい、ぜひぜひ、飼育も考えてみてください、はい、そんな感じだったんですけど、どうでした坂田。いや、良かったですね。うん、うん、いや、まあ、一応やっぱ100はやめます今度から。あ、まあね、うん、その三森さんに聞いて、その中で、あの、あ、平均大きまず聞いて、そうだな、このくらいのサイズか、うん、確かにね、その中で目指せる範囲で目標を立てようかと思います。確かにね、まあ俺はまあ5キロはやめないようにする。ちょっとね、5キロはね、5キロ目指すわ、目指す、うん、頑張ってください面倒くさくなってんじゃん。はい、まあまあそんな感じで、はい、まあでも立派な、だから坂田にもね、ちょっと気使わしちゃう感じになったけど、100を言えないようになっちゃったから、まあね、でもその凄さが逆に分かったから、うん、あ、まあね、次は多分産卵セットとかも今後多分近いうちに上がり出してくると思うんで、はい、そちらはもう気にかけてみてください。はい、そんな感じで今回の動画以上です。ご視聴ありがとうございました。いや、よかったな、大きかったですね。うん、何探してるんですか。全然分からへんカメラやったら横から見たら分かるか。もう分かったところでチョッキーなんやけど、これでここにちょっと金垂らして、あの、グッズ化するから、純金ピース。あ、金ってその金ね。うん、あ、でもまあキノコ金とかじゃなくてウィウィ